フリーデリキッゥアノベル、1917年4月18日から1981年2月6日は、ギリシャ王パウロス一世の王妃。ドイツ語名は、フリーデリケルイーゼ・ティーラ・ビクトリア・マルガリー・タ・ゾフィア、オルガ・ゼツイーリア、イザベラ・クリスタ・ホン・ハノーファー、ブラウン・シュバイク・公、エルンスト・アウグストと、その妻である、プロイセン王女、ビクトリア・ルイーゼの娘として、ブランケンブルクで生まれた。 1936年にベルリンオリンピックでドイツを訪問していたパウロスに見染められ、1938年1月にアテネで結婚した。1941年4月、ギリシャ王家は第二次世界大戦の戦火を逃れて、クレタ島へ避難。亡命中の王ゲオルギオス2世は王家を南アフリカ共和国へさらに避難させた。1942年、フリデリキは、 ケープタウンで、次女イレーネを生んでいる。その後、1944年に、王家はエジプトへ移った。1946年に、王政復古がかなって帰国。翌1947年、ゲオルギオスの死に伴い夫が王位を継承し、フリデリキも王妃となった。しかし、間もなく、ギリシャ北部から共産主義者らの攻撃が始まり、ギリシャ内戦が始まった。内戦の間、 フリデリキは、クイーンズキャンプ、または、チャイルドシティーズとも呼ばれた、孤児や貧困家庭の子供たちを収容する施設の、ネットワークを作った。国連や国際、赤十字の支援も得て、国情の安定しない、近隣国アルバニアユーゴスラビアブルガリアハンガリーから、も子供たちが収容され、内戦が終結するまで子供たちに安全な環境と、教育を与えた。パウロス国王。 テオドールホイスドイツ大統領とフリデリキはドイツ出身であることからナチスに迎合したと非難の標的にされることが多かった。彼女の3人の兄弟エルンスト・アグースト、ゲオルク・ビルヘルム、クリスティアンらはドイツ国防軍の兵士だったが少女時代にヒトラー・ユーゲントに所属していたことが理由であった。1964年3月、パウロスがガンで病死すると 長男コンスタンティノス2世が即位した。やがて首相ゲオルギオス・パパンドレウとの対立から、王家は再び亡命を余儀なくされ、1974年に正式に王政が廃止された。1981年2月、フリデリキは亡命先のマドリードで、手術の最中に心臓麻痺で死去した。彼女は王家の墓所のあるギリシャのたといで葬られたが、コンスタンティノスの一家は、 葬儀の済んだ後直ちに出国する条件をのみ、ギリシャへの一時帰国を果たした。ありがとうございます。